ミさんん時代はは変わりますそれはこれれこかかららもう止めなないででしょうねねどんな未来が待ってるんでしょうか、ねえー、ちょっと振り返ってみると今度電話の電話をねテーマにして振り返ってみると確かに私が幼い頃、うん、黒電話っていうのが主流でその黒電話はやっと一家に一台つくようになったと思うんですよねそのちょっと前っていうのは例えば町内に八百屋さんが電話を持っていてでその八百屋さんに電話がかかってきてね で、八百屋さんが、あの、近所の家のところに行ってね、小林さん、電話かかってるよー、みたいな感じで、で、あ、ありがとうね、って感じで、八百屋さんに電話を受けに行くとかね、それから八百屋さんに、こう、出かけて行って、酒屋さんとかに行って、ちょっと電話貸してもらえませんか、みたいな感じでね、で、十円玉何枚か置いて、みたいなのがあったと思うんですよ。で、私の、あのー、中学の時に見た映画で、菊池桃子ちゃんっていうアイドルのね、あのー、卒業っていうドラマがあったんですよ。 その卒業ってドラマの中に、その主人公の桃子ちゃん、菊池桃子ちゃん演じる桃子ちゃんは、酒屋さんの娘さんだったんですよね。酒屋さんの娘で、当然酒屋の場面が映ってるんですけども、そこにですね、あの、電話を借りに来るおじさんっていうのが、なんかエピソードとあんまり関係ないんですけども、出てきて、あ、ちょっとすいません、電話貸してもらえますかって感じで、10円玉何枚かね、あの、電話の利用料として置いて電話をかけているっていうシーンがあったんですけども、私が中学の時ですら、 映画の中にそういうのが出てきても不自然じゃなかったぐらい電話って普及したばっかりだったのが当時だったんじゃないかなと思うんですよ昭和40年代とかね50年代とかまあ私のね見たところね時代の変化っていうのはあのー、まあタイムラグがありまして都心部で流行ったものがだんだん地方に波及していってみたいなのがあるとは思うんですけどもねうんでそれからしばらくしてね たまごっちっていうのが出てきたりとか i モードっていうのが出てきたりとかしてね PHS っていうのがあったりとか私も携帯電話っていうのが出た時に PHS と2択だったんですけども利用料金の関係で23歳ね大学出てからすぐに持ったのが PHS だったんですよところがですねその携帯電話っていうのは実はね自分が持ってるだけではダメで他の人も携帯電話持ってるからこそお互いに使いやすいんですよね せっかくこっちでかけてもね向こうが固定電話でなかなか出なかったり本人じゃなくて家族の方が出ちゃうと全く意味がないんですよでも逆に向こうは固定電話とか携帯電話じゃなくてもかけるとこっちはすぐ出るじゃないですかだからどっちかっていうと持ってる方が不利になったのが当時の携帯電話だったのかなと思いますでも上流階級の人はお互いに携帯電話を持っていて本当に通信を楽しんでいたんだろうなというふうな気がしますよねさあこれからの時代なんですけども私が考えるのはね携帯電話ってものが 実体をなくくしていくと思うんですよでどういう風に通信するかっていうと多分思思考の通信なななんんじゃないかなと思うんですよ、ね、まあ最初は脳に何かを埋め込んだりとか、まあ、一番有効なのは、まあ、メガネみたいなタイプでねでイヤホンつけていてでお互いにそれを持っていてフリーハンドで携帯電話をやり取りするみたいなことかなと思うんですよねだからつまりこの携帯電話が実体をなくしてバーチャルな空間で扱えるようになるのかなって気がするんですよ ただ今、携帯電話といっても、電話をおまけで、アプリケーションって言って、他の機能が主になってますよね。私でしたら SN、SNS や YouTube、カメラ機能っていうのがメインで、通話っていうのはほとんど使わずに、あのとりあえずはかかってきた電話には一切出ることがないですよね。あのー、あのなんてうんですかね。やっぱ電話って相手の都合を考えずにかかってくるもんですから、うん、でもどっちかっていうと、ふざけんなよっていう感じになるんですよ。だからまずメールでくれないかな、みたいなね。 でやり取りが盛んな人ナミさんもそうですけどもメールとか動画のやり取りが一番お互いを拘束せずにスムーズで記録も残るしっていう感じしかも収入にもなるんで絶対有効なんですよそれに対して電話をするっていうのは他の活動が止まるし記録も残んないし後で言ったり言わないとかにもなってくるし誤解を非常に生むんじゃないかなって気がしますね、まあ、中にはねあの電話がかかってくるのを録音してそれをアリバイにしようと思ったけども この声があなたっていう証明はないですよねみたいなね。そんな反論もあって、すでに通話ってのが、あの、本人を特定するものではないという論争まであるわけなんですよね。いやー、困ったもんですね。いろいろと考えればきりがないんですけども、未来には電話ってのが、またね、想像もつかないような形で展開されていくのかなと。その想像もつかない形っていうのは、おそらく、いろんな方が想像するものの中で、社会に、その時代に適したものが何かっていうのが、今の段階ではからないってことなんですよね、きっとね。 いやでも時代は進みますよ、これからも。時代が進むけども、ある程度のね、キャッシュと自由な時間がなければ、その新しい時代を享受することもできないというのが、まあ、本当のことじゃないかなと思うんですよ。未だに私の町内では、町内会の連絡で、電話しかダメな人とね、それからメールでも OK な人。メールでも OK、LINE でも OK な人は、24時間いつでも深夜でもやり取りができるので話は進むんですけども、それからサンプルの画像とかもね、やり取りできますからね。 でも電話しかダメな人って、電話でまず何月何日の何時頃だったらいるみたいな感じで確約をした後で、その時間をお互いに待っていたりとかしなくてはならないと。電話ってのは時代遅れの二重三重に手間のかかる、そんなものになってしまいました。でも、昔を振り返ってみると、電話が出てきた時ってのは、いやー便利なものはできたねーと。八百屋さんに行ったらさ、親戚と話ができちゃうんだよみたいなね。そんな感じだったんじゃないかなと思います。うん、えー、ヤマト君のね、 これからの、あ、そうそう、山戸くんのね、運動会なんですけども、やっぱムービーで撮られてる方がほとんどで、ムービーと三脚をみんな設置するもんですから、会場はすごくね、不自由になりましたね。うん、だから、そこに私が感じたのは、自分さえ良ければいいと、自分の子供の記録さえ撮れればいいっていうふうな閉鎖的な空間だったんですよ。で、周りの人に配慮することもなくね、うん、例えば私が小学生の運動会、保護者の方が来た時っていうのは、 レジャーシーシトを広げるんですけどもなんかね境目があんまりなくって一緒に座りましょうみたいになったりねお弁当のこうおかずやり取りとかっていうのは子ども同士とか大人同士でしていって交流が積極的に生まれたものですけども、えー、今回の運動会に関しましては他の家庭の方と交流する機会はまあほぼなしですね本当に「あこんにちは」っていうぐらいでなんかお互いの子どもがねあのこうなんですかね特組み合いとかしてたりとか まあ手つないだりとか、ね、やり取り取したら親が引き離すみたいな子どもたちの交流もソーシャルディスタンスなのかなと思いますね。親同士ののの交流っていうのはまあ望むべくもないのかないかとリアルではなかなか関わりが持てずにでも SNS みたいな空間ではね子どもを持つ親のグループみたいなのができて交流が盛んに行われていたりとかまさにネットだと人は交流が盛んだけどもリアルだと交流はあまり盛んじゃないみたいな。 そそんんなな場場面面垣間見る、そんな運動会の場面でもありました、ねうん、まあせめて大和くんはね昔の伝統に倣って私の後継者としてガキ大将から番長になってほしいなと思うところなんですけど <laughs> もそれも時代遅れなんですよねきっとねそれじゃあなみさんまたお会いしましょうありがとうございました。